ここが時の巣です。この場所を管理しておられる時の観葉神様のお住まいと国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。ぜひお願いしたい仕事があるので、早速ですが国蔵庫へ行きましょう。これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。魔漢光殺法！ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。最後にもう一度だけチャンスをやろう。俺たちの仲間になれ、カカロット。はっ！そうすればお前もお前の息子も助けてやる。セイク、俺はおめえらの仲間になんて絶対なんねえぞ。そうか、だったらお遊びはこれまでだ。お父さんをいじめるな！うわあ！このガキ！やめろ！なんだと？貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもよ、一緒に戦ってくれるみてえだな。何人増えようが結果は一緒だ。おめえ、力貸してくれんのか。足を引っ張るなよ。俺の声、聞こえてもらってください。俺は特別から通常でサポートさせてもらいます。いい、ラディッツは本来の歴史より強く、さらに残忍になっているようです。ゴッカーさんたちが子供をさせるようラディッツを倒してください。カカロット、貴様たった一人の兄を殺すつもりか。兄貴じゃねえって言っただろ。
もうやめた。俺は心を入れ替えたぞ。おとなしくこの星から引き上げてやる。倒されるなよ、ソナック。いつもそんなことをする。お疲れ様です。素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。不要に歴史を変えることなく、無事歴史の改変を食い止めましたね。